どうもお疲れ様です。今日もシートをいただいてますんで、添削をしていこうかと思います。FX のいつか公開の時間です。で、6月に入りましてね、ちょうど140円にタッチしたところで、投資家の心理がこれ動くんだよってお話をしました。で、実際にどういう風に変わっていくのかを、今週は木と金、6月の1日2日で見ていくことになると思います。6月の22週目、えー、ですんで、29から始まった週かな。 えと29じゃないですね293031から始まった1週間ですけどもここは基本的に横ばいになるなると先週と比べて21週に比べて上昇圧力が横ばいになっていくっていうところとそれからもしかしたら下落に入るかなっていうところを予測していたわけですけどもまさにね予測の通りになっていたんで普段でしたらねロスカットを食らうまで倍でいくんだっていうふうな上昇圧力に従うところを今回は140円という、えー、投資家さんの心理に合わせて。 ちょっと待てよというところで、ね、余計な損失を出すことがなかったということなんで多分勝ち越すことができたんではなかろうかと思いますね多くの方がねで今回頂い,いたレポートも、まあ、テクニカルを学んだ結果を実感できる勝利でしたということで、えー、非常に素晴らしかったと思います、えー、確かにね理覚ができたと思いますんで、えー、途中小刻みに理覚みたいなそんなフェーズもありましたけども今日からはまあなんかね売りにフェーズが変わるところ見れるんではないかなと思いますよ さあ、それで今ご覧いただいているのが、冷やしを見ているところですけども、全体的には上昇トレンドを書いているんですけども、この上昇トレンドが終わってね、下落に転じるんじゃなかろうかと、ここ終わってですよ。ここ終わって下落に転じて138円台を見ることになるんではなかろうかというところでございます。 ちょうどさっきね、一瞬間的に138円に入ったんですよね。今また反発して139円の111とこにつけてますけども、もしかしたら今日中にもしくは明日にね、138円をたびたび見ることになるかもしれません。えそうなると、ここで起きたようなあの材料による、まあ、下,に下にブレイクしたところね、でもこれ上昇圧力がすごく強いところだったんで、 まあこちらとこちらの2点底を作ってヒゲ先でもってグッと上に上がったというね急速な上昇を見ることになりました、まあ、今回はもうそれが起きないんではないかなというところですねでチャンネルラインはこうやって引いてあるんですけどもこのチャンネルラインを割って138円を今日と明日でどのぐらい見るかによって下落に転じたかなもしくはまだあの上昇はないとはいえども横ばいが続くのかなっていうふうに判断する要になると思いますじゃあ2枚目のシートいきましょう 2枚目のシートを見るとね、こう、6月1日1時間足と書いてます。チャンネルラインの中での上昇はあると思いますが、本日も基本下落と捉えていますと。138円台のだとまた様子を見ようと思いますということなんですけども、えー、基本下落と捉えているっていうのは、138円台がね、何回出るかによって、ああ、下落になってきたかなって判断できるところなんですよ。で、138円になっても、反発して139円台の中頃に入るってことは、これはね、 えって判断するることとになると思います、えー、はっきりとこの140円に入った時にもう140円台がなかなかねキープできずにやっぱ投資家さんの心理は横ばいから下落に向かっていったんじゃないかなっていうふうな予測がまあだんだんかみ合ってきたかなってところですよね。まあ、これもいつものパターンなんで1円台の変化と10円台の変化ってこのぐらい大きなインパクトをもたらすってことをちょっと頭に入れておけば 今後のトレードににも役に立つと思います特にねあのー、4時間はまだしもデイリー、そうですね週足ってのはもうファンダメンタルの方なんですよテクニカルは1時間ないし4時間でうんまあ日足ってのはねファンダメンタルとテクニカルの中間ぐらいなんで非常に扱いにくいんですよね日足でのトレードってのはで週間トレードっていうのは月曜日に資金入れて金曜日に引っこ抜くってやつですけどもこれはねファンダメンタルを見ていれば ままあまあ,まあ取れるわけなんですよね、うんはい、そして1時間以下っていうのはランダムウォークに近くなってくるんでもうギャンブルになってきますなかなかね1分とか5分を攻略できるようなテクニカルっていうのはちょっとまだないんでねあの暗号通貨と同じような感覚なんですよですのでやっぱり1時間がが最もバランスいいいかなと思いますちょっと余談も申し上げましたけども今回のシートから言えることは 138円台がたびたび見られるような今日と明日6月1日2日ならばこれは下落に入ったというふうな判断ができますけども139円台がまあそうは言ってもね、えー、結構続いてるよっていうふうなこのお木金だった場合は横ばいがまだ維持されてるってい判断するといいと思いますでは最後3枚目のシートを見ていきましょうこれは4時間足なんですけども、まあ、そうですねこれね高根県でダブルトップを描いて 下落に転じてるところなんですよただ完全に下落に転じるかどうかってのはちょっと分かんなくって先ほど申し上げたような139円を割ると今度138円台になるじゃないですか138円になると安くなったと感じて買いに走る勢力もあるんですよねそれからここにちょっと緑でね枠作ってくれてますけどもここが要するにレンジだったわけなんですよ以前このレンジがこっちに来て抵抗になってねえっ、ー、と下になかなか突き破らせないような上下の 再びのレンジを作る可能性があるんで、大きくはここが抵抗体になる恐れがあるかなっていうところですよね。まあ抵抗体って言っても、これ全部が抵抗体ではないんですけどね。全体でなんとなく、えー、まあ下体に押し下げる圧力を中和する作用が働くってことですね。うん、やっぱりここでギザギザと上下してたのを、投資家さん同じのを見てますからね。他の投資家さんもこれ見てますからね、ここだからここがこうなることを警戒するわけなんですよ。その警戒心が、 結局は本当にそれを現実化することが多いからテクニカルトレードが成り立つということですねはいまあ何にしても利益が取れてよかったよかったということでございますじゃあ6月1日今日もねしっかりと利益を出していくもしくは損失を出さないのなトレードしていきましょうえー、FX の腕が上がるっていうのはね損失の幅がちっちゃくなることと利益の幅が大きくなることもうこれにつきますからね、はい、じゃあお次の以上でございますお疲れ様です